ゆっくりで紹介する。これマジ。皆さんはじめまして。世界七不思議のうちの一つことゆっくりだよ。この動画では思わず、これマジ。と言ってしまうような現象や説をゆるーく紹介していくよ。今回はみんな大好き動物に関する説をピックアップしたよ。高級ワイン片手にくつろいでいってね。そんなもんないって。じゃあ水道水とかでいいんじゃないかな。それじゃ早速始めていこう。しかも見えるけど牛？ジェレヌクはケニア、ソマリア南部。こっちみんな。体重29から52キログラムの牛の仲間だよ。ジェレヌクは別名をキリン霊用と。こっちみんな。多くの霊用には強力な大腿四頭筋があり。驚くとまるで巨大なウサギが。地上で弾んでいるかのように。この筋力による独特の跳躍ストライドで走。こっちみんな。いや誰だよ。また、いくつかの種ではこの跳躍はチーターに匹敵する、100km 毎時に達し陸上で最速の生き物の一つである。次行こか。イルカは脱皮する。イルカって脱皮するの。なんて言ってるのかな。脱皮するで。いや、喋るんかい。しかも関西弁だし。うで。白イルカは大体年に1回脱皮するで。でも脱皮すると言ってもヘビみたいにベロンとその姿のままやなくペリペリと古くなった皮膚が剥がれるんや。へぇ、じゃあ人の赤と似た感覚なのかな。部屋かけ駆動。誰が駆動や。白イルカは北極海やベーリング海北部といった冷たい海におるんやけど、体の脂肪を守るための厚さ3センチにもなる分厚い皮膚があるんや。その皮膚が冬の間に氷との接触でボロボロになる。ほんで夏になると砂利などで古い表皮を剥ぎ取り脱皮するんやな。なるほど、イルカの脱皮は自分の体を守るための行動だったんだね。なあ、もう帰っていいか？いきなりどうしたよ。早く帰ってビールのみたいな。あの関西のおっさんじゃねえか。というわけで夏になると脱皮するおっさんの紹介でした。気持ち悪い。お前のことだよ。次行ってみよう。イルカも風邪をひく。またイルカなの。せやで。だからお前おっさんだろ。イルカは主にストレスによって免疫力が低下することで風邪をひくんや。そこに落ち着いちゃったの？そこの立ち位置は普通紅白のゆっくりじゃないの。なんでうちはイルカの皮をかぶったおっさんなの。おっさんちゃうで。イルカやで。腹立つわ。ちなみに、イルカは咳込む時にブシと噴気孔から立て続けに息を吐き出すんや。へぇ、イルカも風邪をひくんだね。ブシ、ああ。なんか熱っぽいわ、だるいわ。どうしたの？大丈夫？魚食って体力つけるわ。そこのわさび取ってーや。わさびプリー、大学人か。ということでイルカにまつわるこれマジでした。いきなり冷静になるなよ。ほな次行こうか。その絵で関西弁どうにかしろ。怠け者は動きすぎるとその熱で死ぬ。怠け者ってそんな貧弱なの。今度はどうした？やっちょよそ、声でか。怠け者はその名を裏切らず、俊敏に動くことができひんのや。切り替え早いな。ほんでその生涯のほとんどを木にぶら下がって過ごすんや。まあ、ハンガーみたいなもんやな。違うわ。怠け者は基礎代謝量がめっちゃ低いんや。せやからほんの少しの食事で十分なんやな。そんだけエコな動物なだけあって、動きすぎるとその熱に体が耐えられずに死んでまうんや。へぇ。じゃあ怠け者は徹底的に無駄を排除した究極のエコロジー生命体なんだね。はぁ、お前何言うとんねん。ワイの話聞いとったんか？そんな的外れな子。噛みついたろか？なんで？てか子は。なんでこいつこんなバイオレンスなんちゅうわけで怠け者のこれマジは終わりや。ほんでもってちょっと短いけどそろそろ終わりや。はい。皆さんいかがでしたでしょうか？動画の初編集、初投稿で拙い箇所は多々あったと思いますが楽しんでいただけたなら作った甲斐があります。何でも初って言っとけば許されると思うなよ。何も言えなくなるからやめろ。
次回はさらに不思議な現象やこれマジな説を解説していこうと思うので、よかったらまた見てやってくださいね。宣伝を通。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。